シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日はハッピーエンドについて語ってまいりたいと思います。では T さん、いかがだったでしょうか。はい、すごいこの世代の葛藤をうまくというかリアルに描かれていたので、結構ああと共感する部分も多かったのと、やっぱ撮り方とかがアーティーというかおしゃれというか、なんかなんでしょうね、結構衝撃的なあのシーンとか、まあ、ラストとか面白い撮り方で、映画としてもすごい魅力的で、近未来ですよねこれ、設定近未来ですね、うん、なんかそれもなかなか面白いなと思って、うん、まあパラレルかもわかんないけどね、うん、なんかそれがまたさらにちょっと何でしょう、想像と共感が混じってって、うん、どんどん中に映画の世界に入っていけたので、キャストさんも良かったですね、皆さん、うんうん、まあ、なんかみんなオーディションだったらしいけどね、すごい素敵でした、うん、はい、まあオーディションだったでしょう。その役者さんはあの、ね、普段見る役者さんは、まあ、このシネマサロンだとこの祈りきららさんぐらい、あとまあ中島由紀さんとかで、いや若者の中ではね、うん、あの祈りきららさんぐらいぐらいでね、うん、主人公たちはほとんど見たことがなかったので、うん、それはすごくなかなか新鮮で、うん、あのそういうオーディションで役者さん登用するとすごくいい効果があるんだなというふうに思いました。ただ、俺やっぱちょっとその映画自体はそれほどこう親身を感じ取れなくて、自分にとってはなんかこうやっぱりちょっと既視感もあったりして、もうちょっとこうなんていうかな、新しい表現とかがあるかなと思ってたら、ちょっと自分にとってはそこまで感じ取れなかったので、それは自分の感じ取り方が希薄なのかもしれないと思って、まあ、その新しさっていうのに何を求めるかだよね、うん、だからその辺はあの竹内さんに解説していただきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう引っかかっちゃったところがあって、まあ、それがこうこの世界に入り込めなかった原因かなと思うところはちょっとあって、うん、まあ、それはちょっとネタバレで語っていければなと思ってます。竹内さんいかがでしたか。やっぱりソラネオさん の, その自分的視点とその主人公たちの視点を、うん、あの重ね合わせつつもちゃんと上から見てるところがやっぱ非常によくできてるなと思うんですよね、うん、普通やっぱり青春映画をこういうふうに作ってしまうと、こういうタイプのどうしてもその若者視点になってしまって、うん、その若者の言ってることが正しくて老人の言ってることがダメみたいな描写が多くなるわけですけど、まあこの映画はやっぱり若者視点の人たち の, あの主張が激しいこともあって、年寄りの人たちが見るとまたこのなんか勝手なこと言ってっていうふうに見えてしまう部分があるんですけど、やっぱこの映画のやっぱりいいのは、あのきちんとやっぱ大人たちの視点も描けてることだと思うんですよね。でしかもそこにはちゃんと理由があるっていうことも描いていて、うんうん、そこがやっぱりあのきちんとあの構築している良い点だなと思いました、うん、だけどこれすごいその誤解される映画だなっていうすごい思って、はいはいはい、やっぱりなんか若者視点の映画なんじゃないかって思う人が多いと思うんですよ、うん、だからそこがちょっともったいないかなっていうのはすごい感じましたね、うん、だからなんかともすればやっぱこの映画はもうなんか年寄りが見る映画じゃないじゃんみたいな言われ方をしてしまう恐れが僕はあるのではないかと、まあこれ勝手な予想なんで、あの正しいかどうか分かりませんけど、もしそうであるならばちょっとやっぱり残念かなと思いますよね。でもやっぱこの映画のいいところは、あの若者視点ときちんとやっぱ大人の視点も描いていて、特にその代表される校長先生とか、その主人公のお母さんの渡辺マックさんが演じてる役とか、あと、中島歩夢が演じてる岡田先生のように、まあ、それぞれあの違うキャラクターの大人たちの視点もきっちり盛り込んでいて、世の中 の, そのバランスとしてきちんと描いてる。ただやっぱり主人公たちは当然若者たちで、高校生の少年少女たちなんで、どうしてもやっぱりそっちの主張を強くあの見ていると受け取ってしまうのはあるかなと。でもその分逆に
そこも自然に描いてるからそういう風に見えるんだなっていう風にも思うんですよね。そういう意味では、キャラクター造形とその物語の、物語ですね、いわゆる理がつく方の物語はやっぱり非常に才能を感じましたね、このソラネオ監督には。だけどやっぱり僕も多少やっぱりその若者たちの言動とかに引っかかるところがあって、それはあのソラネオ監督は別にそっちに組みしてるわけじゃないのに、そういう風にやっぱり見えてしまう部分というのはやっぱり多少あって、ソラネオさんが年を取ってあと10年後とかにどういう映画を作るんだろうっていう興味もこの映画を見ながらひしひしと感じていて、そういう意味ではなんかちょっとやっぱりこう追い続けて見てみたい才能だなっていうのは感じましたね、うん。じゃあお願いします。ハッピーエンハッピーエン、今日はハッピーエン、明日はどうかな、だから明日はネタバレよネタバレします、うん。どこから行きますかね。いや、あなたのだから突っかかったとこから。まず、あのクラブに行くじゃないですか。クラブね。クラブね。うんうん、あれ。ロジッククラブに行くような言い方して。あれさ、弾かれちゃうじゃないですか。はいはい、やっぱそれ制服で行ったらダメだろうって思っちゃって、うんうん、せめてシャツ脱いでね。T シャツで行けよとかって思うわけですよ。まあまあそれはいいとしましょうと。あとまあすごくこう学校側の監視とかに対して抵抗するじゃないですか、うんうん、俺そこまでなんか学校に執着するのはちょっとよくやっぱ分かんなくて、やめてもいいんじゃねーのって思うんですよ。まあ全員じゃなくてもね、うんうんうん、そのあそこまで校長室に籠城してどうのこうのってなんかこうかなり古い感じを受け取ってしまって、うん、だったら別にその学校縛らなくて自分好きなことを今だったらできるじゃんと思うんですよね、うん、だからその学校っていうシステムにあんだけこだわってるのがちょっとこうどうもしっくりこなかったですね。なるほどね、うん、まあその仲間がいるんだろうからっていうのは分かるんですけど、ね、でも井森キララさんに友達はいなかったよね最初は、うんうん、だから別にあのね、まあ、ホリエモンなんかも別に高校も大学も行かなくていいんじゃないのっていう人もいるわけで、でもそれはある意味大人の視点だよね。そう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 、だから竹内さんおっしゃるやっぱ大人の視点で見てるのかなと思う、ね、そうだと思いますね多分ね、うん、だからやっぱり学校に行ってる身からすると学校を飛び出すまではできない。いや学校にいるから反抗できるんだよね、うん、だからそのやめてもいいんじゃないのって、やめたら反抗できないじゃん。で反抗しなくてでも好きなことをやればいいじゃん。いやいや反抗したいんだよ、うん、反抗のために反抗する。いやいやそんな風に考えてないと思うよ第一、うん、反抗したいっていうのもその僕が見てそういう風に言ってるだけで、うん、本人たちは自然だと思うよもっと、うんあんたはねもう60のじじいだからそう言うんだよ、うん、はっきり言って。まあそうでしょう、ね、うん、だからそのあまりにもちょっと世代感覚がやっぱもうずれちゃってる。そうだね、だから若者の視点はもうみんなやっぱり僕も含めて理解できないと思うんだよ、うん、僕もだからすごい引っかかるしねいろんなところで、うんうん、でも逆に言うともちろんその今の現代の若者をそのまま描いてるわけじゃないから、うん、かなりフィクショナルだと思うんですよ、はいはい、このソラネオさんの描き方、はいはいはい、ある意味カリカチュアだと思うんですよ。まあそうですね、でその設定としては学校にいるから反抗するんだよね、うん、でそこがもう多分今の年寄りには分かんないと思うんだよ。分かんないね、うんうん、まあそのほらドロップアウトしちゃうあの映画とかも多分あるじゃないですか、うんうん、ドラマとかもね、うんうんうん、だからすごいなんかそこはちょっと全然その年食ってるせいか理解できなくて、うん、そうかもしれないね、うん、あとその竹内さんにちょっと聞きたかったの冒頭こう出るじゃないですかこの世の中はどうのこうのって。ああはいはい、うん、あ冒頭って最初のテロップってこと。そうそうそう、うん、あれあんまり好きじゃないっていう好きじゃないよ印象が。でも説明じゃないから。ああ、うん、そうか。だから映画で説明しろよって思った。だからあれがメッセージだったら嫌だけど、うん、あれ設定だからね、うんうん、それはまあまだだってほらあのこれ何近未来の話だし、うん、そのいわゆる僕はこれは今の日本の現代と日本の未来を描いてるわけじゃなくてパラレルとしてのフィクショナルな、うん、あの日本っていうことだと思うんだよね、うん、だからその説明は
別にしてもいいと思う、うん、なるほど、うん、あのただいやメッセージを言われたら嫌だよねって話だよ、はいはいはい、うん、だから視聴者さんで竹内さんこれをどう思うんだろうかって聞いて、あ、それを心配してたのか、うん、いや僕はいつも言うけど、うん、そのなんで前ねその頭のテロップに怒ったかっていうと、うん、そこにメッセージがあったからなの、はいはい、それは映画本来が伝えるべきことでしょ。それはメッセージっていうのはその言葉で言うんだったらじゃあ映画なんか作んなくていいじゃんって話ですよ、うん、物書きになれよって話なのよ、うんうん、これは違いだよ、これはこういう設定のこういう未来なんですよっていう説明で、それはスター・ウォーズの頭と変わんないわけだよね、うん、だそれは全然別にだってそれはあの世界観の説明だから、それは言ったよその時も、だから例えば病気に伝わることで病気の説明を頭にするとかそういうのは僕は何とも思わないんですよ、だけどメッセージをね書くなんていうのはね、あなたそれだったら物書きになりなさいよって話なのよ、それこそ映画で伝えるべきことじゃないですか、うんうんうん、でもこれ頭に別にメッセージがあるわけじゃないから、じゃあその我々は常に、うん、あの主義主張を通して自由を手に入れようみたいなことだったら、いやそれも、うん、だから世界観の説明でそれを言うんならいいわ、まだいいと、うん、いやだからね、その僕が嫌だったやつはこれを見てあなたはどう考えるかみたいなことが書いてあったふざけんなって思うわけよ、なるほど、それはそういうことは、うん、でもその世界観の説明でそのメッセージが含まれたりすることはこれは仕方がないことだと思うんだよね、うん、だけどこの映画のテーマではないからそれは別に、うんうんうん、それだったら別にそれはそれでいいと思うわけよ、なるほど、うん、まあだからまあすごく幅広い言い方で言えばそれはあの未来のどこか銀河系のどこかでこういう星があってなんとか軍となんとか軍が戦いましたっていうスター・ウォーズの頭と、これはあのそんなにあの離れてない説明だと僕は思いましたけどね、うん、なんかすごい僕誤解されてんだよねそういう意味ではね、なんかこういうのは全部ダメみたいな、うん、そういうの思ってる人いるじゃない、いるいる、そうではないし竹内さん必ず右側の一番向こうに座るとは俺言ってないのに、うん、なんかそう思ってる人もいるみたいだしさ俺は画角の、ね、座れない席もありますからね、削り取られててね、もちろんそうだし、いやもう僕は画角の一つ横で見たいって言ってるんであって一番右端で見るとは言ってないんだけど、なんかやっぱ誤解されるよねそういうこと言うと、やっぱり伝わりきらない時がっていうか、やっぱりその受け取り方で、うん、あ、そうなんだなってこう受け取ってしまうっていうのはあると思うんで、うん、全然僕はこれはあの主義、うん、この映画のテーマを言ってんじゃなくてその登場人物たちの主義主張が入った説明を読んだというふうに僕は受け取りました、うんうん、T さんは、そうですね、なんか自分が考えることと違うものに対して戦っていくみたいなものはなんか若い時ってありますよね、あるよね、うん、それはやっぱりこう権力というか、うん、なんかに対してこうしたい気持ちっていうのは僕は絶対あると思うんだよね、うんうん、なんか反抗期とは違うけどなんか反抗期のようにそれと戦うパワーが、いやあといたずらしたくなるじゃん、うん、いろんなことを、そうですね、こう世の中の決まり事に対して揶揄したい気持ちっていうのはすごくあると思うんだよね、それがまさに中学生高校生の時が、うん、自分もかな、まあ、人によってそのね、うん、激しさは違うけど、あ、激しい人は結構激しいよ、すごい激しい人も いると思うし知り合いもいたし、うん、全然ない人もいますけど、だからなんかすごいすごく納得はしました、この子たちの葛藤、うんうん、いや僕もすごいよくわかるけどね、うん、でも多分これがもうあの佐藤さんみたいに、ね、年食ったんだと思います、ね、だからそれでしかもそのかつてのねそのまあ、自分じゃないにしろ自分たちの同世代の考えてることももう思い出せないんだと思うんだよね、一応ね、うん、それで思い出したのは自分高校の時にこういうこうプロテスタントを起こす高校生っていうのを映画にしてるんで、え、佐藤さんが作ったってこと、あの、クラス文化祭の発表で、ね、でプロテスタントの、自主映画を作ったってこと、抵抗の時っていう映画を作ったんです、すごいじゃない、うん、でそれの何やったの、主人公やらせて、演じたってこと、はい、あなた俳優やってたの、いやそのって自主映画、いや自主映画でも、はい、そうなんや、だから まんまだなと思って、うん、でもさそういう時って、うん、若者視点しか描かなかったでしょ、もちろんだからそこなんだよね、ちゃんとスラネオはその大人視点も描いてるのが、うん、途中で校長も言ってるけど、あの何その何48校がさそう申請してて、うん、女も何もやんなきゃくれないぞお前どうすんだと、お前が払ってくれんのか、やっぱり校長には校長の、うん、
なんかこう大義名分があるわけじゃないですか、うん、でも子供たちは絶対にこの人の大義名分がどうあってそれが正しいか正しくないか、正しくないけどそれをやらざるを得ないかなんて考えないじゃないですか、うん、だからその辺がやっぱきちんとこれは描いていて、途中でだから校長がさ寿司取ってやるじゃん、そうそうそう、だからみんな食わないよね、そうそう、で俺はね校長はすごくでも愛情を持って接してると思うんですよ、そうで俺だったらあの監禁されてるんだったら窓開けたとかそこから逃げればいいじゃんと思うわけですよ、監禁されてんじゃないよ、そうなんだよね、そうそう、だからあ校長がってこと、だから校長はあなたのおっしゃる通りすごく愛を持ってあそこに居続けてる、彼なりのね、そう、うん、だからお腹が空いただろう、自分 の、 あの、うん、学校の生徒に寿司食わしてやろう、まあ、うん、寿司というよりもお腹なんか満たしてやろうと、うん、いうことで寿司取ったのに、うん、そうそう、邪険にされて彼はやっぱり人間的に腹が立っちゃったわけだよね、腹立つよ、そう、だその辺もよく描けてると思うんだよね、非常に、わかりますよ、うん、でましてやさ、猪木キララがゴミ箱の中入れちゃうじゃない、うん、あれやっぱ俺が見ててすごい腹立つわけよ、分かる分かる、いくら反抗するんでもね、うん、反抗の仕方ってもんがあると思うわけよ、だただ食べないんだったら分かる、ね、そうそうそう、そうゴミ箱捨てちゃうね、もう食べあんなさ、しかも美味しそうな寿司、お腹減ってたから美味しそうだってだからね、そこもすごくちゃんと描けてるわけよ、まあね、若者たちにやっぱりそういう視点はもう欠けてるんだっていうことをやっぱりこの監督はきちんと表現してるわけですよ、うん、でいてちゃんと若者たちの行動も肯定してるわけよ、だからそこがあの普通にある青春映画とは違って、やっぱ大人の視点もある、あ、まあ、いわゆる神の視点もある、それからあと子供たちの視点もきちんと汲み取ってるっていうのがやっぱこの映画のよくできてる点だと僕は思うんですよね、うん、でいてしかもいちいちそれを説明的なセリフとか、なんかナレーションとかあのモノローグとかボイスオーバーとかでやんないじゃない、はい、これがやっぱりこの監督のすごく真っ当な、物語だと思うんですよ、物語の仕方だと思うんですよ、そこはやっぱ実に見事だな、うん、そんなに簡単にはできないですよこれ、やろうと思ってもね、うん、分かります、それは分かります、すぐあのテレビドラマだと、うん、その時瞬間腹立ててつい寿司置きをゴミ箱に向けてしまったとかなんか、うん、はぁみたいななんかナレーションとかボイスオーバーが入るじゃん、あとそのこう泣いてくださいみたいな音楽が鳴ったりとかはね、うんうん、あとさ後半もね、うん、よしやったーって言うじゃんみんなが、うんうん、と私はそれに反対です、あもしボンピャクの昔のドラマだったらみんなでああやったやったって喜んで終わりみたいなとこ、私は反対です、やっぱり監視システムあった方がいいと思います、うん、だって悪いことする人がいるんだもんみたいなね、うん、あの辺もやっぱりすごく多様性があって、うん、人はそう簡単にその一人のね主張だけではいかないんだよっていう、それがすごくきちんと描いてる映画だと思うんですよね、頑張りますよ、だからそこがねやっぱりねきちんと脚本を書いてこの映画をきちんと物語をしてこうやって作ってる、しかも説明的ななんかセリフとかそういうモノログとかそういうのは一切ないし、そこはやっぱりすごく才能だなと思います、あとやっぱ空気感がね素晴らしいよね、あの夜の街とか、うん、あとみんなあの2人でさってずるずるずるやってると、うん、なんかこうちょっとさ田舎道みたいなところでね警官に捕まったりして、うん、あの音をかけたのは僕だけど捕まるのはこうっていうね、うん、あの辺もやっぱうまいし、うん、こうがさ結構こう振幅が激しくて、うん、時にものすごく激しくなったりそれを反省したりいろいろするわけですよ、で彼の描き方もいわゆる普通の青春ドラマとやっぱちょっと違うわけだよね、うん、しかもそのこうがこうユータを分かんなくなってる、もう自分が幼馴染だったユータと同じ視点にはいないんだよっていう、 こう優越感もあるわけだよね、でそれをユータが聞いているっていうのもまたうまい設定だと思うし、それでいてそこで何か言い合ったりしないじゃん、お互いがそれを噛んで含んで中に入れながらまた付き合うっていうね、しかもあのラストシーンエンディングに向かっていくのがやっぱりなかなか見事だな、やっぱり人間は一人で生きてるわけだよね結局、でみんなと一緒にみんなに助けられながら生きていくわけじゃない、ここをやっぱきちんと描いてるのが立派だなと思いますよね、うん、あとやっぱ面白かった見てて、これこういう映画ってともするとフィジカルには面白くないんだけど、そこをちゃんとあのああいう何、まあ、ちょっと一種アーティーな空気感と世界観で描いていてもちゃんとフィジカルに楽しませてるのがやっぱりその物語を紡ぐ物語がやっぱりなかなかうまいなっていうことだと思うんですよね、うんうん、あの途中フェアレディ・デッドの旧車が、うん、
校長の研修がこう立てられるじゃないですか。あれはどうやってやったんですか。ここにクレーンです。違うよ、そんな映画的なこと言ってんじゃねえんだよ。クレーンでつあの二人はどうやったのかね。クレーンでつがないと無理に決まってるから、あの二人はどうやったのかなって言ってんのよ。ちゃんとクレーンでつってここにちょっとね、あのなんだろう、このリフトで、うん、やるの、そりゃ無理ですよ。あとやっぱり多すぎる地震警報もうまく使ってたよね、うん、あの辺のだからカリカチュアと、うん、あの表現、うん、あのメタファーっていうのを非常によく聞いてると思うし、うん、あの結構そういう、 こう小さなメタファーとかをうまくやっぱ使ってるよなと思うよね、うん、いわゆるその不安定なフェアレディとかさ、うん、こういうのをうまく使ってると思うし、うん、あとあの画面に映ってて指立てる時にどんどん限定されてるのかもなかなかうまいなと思うし、うん、もう10点だぞみたいに言われるっていうさ、だからやっぱりその絵でねきちんとやっぱりあの観客に分からして、しかもその説明してないから観客にその、想像することを促している物語、これがやっぱりうまいなと思いますよね。何笑ってる、なんか思い出した、タバコ吸ってる時に出しちゃダメだよってこう取り上げたら取り上げた方がどん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 捨てたピッてってるのがおかしいよね。ダメだよキャプテン、そんなことしてちゃーみたいな、はーみたいな、あれ面白いよね。あれがもういかにもその何 IT のさ、いわゆるそのまま客観的にそうそうデジタルに判断されちゃいますね。そう、うん、その経過はあれもやっぱうまい表現だった、あれは笑いました、ね、あれなかなか独自こういうような表現だと思うんですよね。うまく使ってますよね、自分が小道具として使った監視システムをね、うん、あとあの EDM の音楽は結構なかなかどれも良かったですね、うん、そうですね、頑張っていろいろ使ってました、うんうん、あのなんだろう、そのメタファーの一つとしても使ってると思いましたね、すごく、うん、まあ俺はジジイになったってことだな。まあそうですね。それはそうだね。さすがみずみずしい竹内さん。いや俺はみずみずしかないけど、でもなんかやっぱこの映画の物語に関しては非常にその繊細で、あのやっぱりビニリサイニリよくやってると思うし、あとやっぱりキャラクター造形によって空気感が醸成されていくのが非常にうまくて、それを夜の街とかそのフェアリディ Z とかいろんなメタファーで補完していくじゃない。あのいわゆるそのなんていうか手数も多いんですよね。こういう映画ってともすると手数がなくて、その空気感だけ切り取ろうとするじゃない、うん、だからその夜の街とか撮ってさ、その空気感を取ってくればいいような実習映画ってのはすごく多いと思うんだけど、その娯楽映画としてきちんと手数も打ってるっていうのが、うん、なかなか見事だなと思うのよ、うん、あのお金の使い方って実はすごい難しくてね、どこにお金をあの実習映画の場合つぎ込むのか、これは多分それなりにお金かかってると思うんだけど、それでも限られた予算がある中でどこに向かって、そのどこの衣装どこの演出にお金をかけて、そのメタファーとして映画の表現として見せるかっていうことにかなりこの監督は注意を促して作ってると思うんですよね。そこが見事だなと思いました。で普段見ないね、オーディションで選ばれた役者さんたちが、それはすごく魅力的でしたね。しかもすごいチャーミングで、特にあのアタちゃん、アタちゃん良かったなと思ってね、うんうん、シナペンさんはなんかさ、スタッフクレジットもされてたんだけど、うん、なんだっけ、台湾系アメリカ人のルーツを持ち、幼少期は神戸にテスボックス、18歳で渡米、ニューヨーク大学に入学して東京へ拠点を移し、フォトグラファーとして東京とニューヨークを拠点に活動。だからさ、スタッフクレジット見てる。スクリーンでデビューを出す。どのところに出てました？だからスタッフクレジットだから、ケツ見ないと分かんないでしょ。なんかシナペンっていうクレジットが入ってて、ちょっと何をやってたんだろうと思ったんだよ。ちっちゃくて見えん、現場でも仕事されてたんですね。そうそう、シナペンさんはね、うん、なんかクレジットされてたように思ったんだよな、うん、俺の勘違いかも。あ、これだ、スチール写真撮ってんだ、うん、あー、やっぱ写真しかもペンシナでクレジットされてる。あたちゃんは林裕太くん、うん、よかったよ、彼すごく、うんうん、あと井上さんも久々になんか、うん、大きな役で、うんすごい魅力的だったよね。ハマってましたね。うん、すごかったね。あと中島あゆみもおかしかったよね。あれもなかなか合ってる役でしたね。中島さんらしい役だったね。よかったと思う。あの先生。あ、でも佐野史郎もよかった。よかった。すごく久しぶりに、彼は一時期病気してたじゃん。そうなんで
なので大きな役やるのはすごく久しぶりに見たけど、佐野史郎やっぱ良かったよね。うん、あの最後さ、あのアタちゃんが取りに行くときに背中に真っ二つに折れたさ、エアリディのあのあれを入れながらさ、刺繍がね、校長が何を洗ってんのか分かんなくて、どうしたんだみたいな感じで、しかもこうやって表見せずにこう横でカニ歩きで去っていくじゃない。あの辺とかもね、やっぱりすごい効いてるなと思いますよ、本当。まあ、非常にやっぱりよくできた青春映画だと思いましたね。なんかもうやっぱりちょっとこの後何作るのか見ていきたいなと、まあ、特に今回はいわゆるその、若者視点で描いた映画だったと思うんで、これがだからどう変わっていくんだろうなっていう楽しみはすごい感じましたね、期待は。あたちゃんの林裕太くんは結構出てらっしゃるんですね。あれは結構出てるんだよね、やっぱり。でも多分オーディション受けたんだと思うけどね。T さんに感想聞いたっけ？まだだよね。総合は言ってないよね。聞いた気はする。え、総合はまだ聞いてなくない？聞いた気もしなくもない。いや、聞いてないと僕は思いますけど。そうですね。なんかでもこのいろいろ結構このメインのグループが何でしょう、人種が。あれじゃないですか、国籍がすごく今、本当に今は こんな感じというか、自分が小学校、中学校、高校の時とは明らかに今違うんだろうなと思って、そうだよね、で、やっぱり友達とかもこの子供ちゃんがいる子でもこんな大きい子はいないので、あ、そうだよ、まだね、分からないんですけど、きっと今高校生とか中学生の子ってクラスにすごい違う国のね方がたくさんいて、なんか自分の時とかって違う国の子がクラスに一人小学校とかいたりするんですけど、やっぱり、まあ、いじめとかじゃないんですけど、なんか全然文化が違うんで、なんかちょっとこう特別扱いをするじゃないですか、みんな。でも今ってきっとどんな感じなんだろうっていうのとかもすごいこの映画を見ながら、まあ、それが一人じゃないからね、結構多くなってくると特別扱いをする対象が多すぎて、そうですよね、特別扱いじゃなくなるよね、なんかだからすごくそういう今の感じを感じました、見ながら。あの普通に歩いてる高校生とかもね、そうですね、あのいろんな人種の人たちがいるんだろうな、ルーツは、まあ、人それぞれだもんね、今ね、あ、日本人だと思ってもさ、あのルーツいろいろね、クォーターの方とかいっぱいいるもんね、日本生まれの日本育ちであっても、だから今学校がね、そのいろんな言語でいろんなことを説明しようとかっていう風にしてるらしいんですけど、それ大変じゃないですか、だけど逆に日本人が海外行って、日本語で説明とか絶対してくんないじゃないですか、それがまたすごい日本人的だなと思うんですけど、そこまでやんなくちゃいけないのかどうかも議論があるところで、先生の負担とかこうね、いろんな負担が増えるのもあるじゃないですか、なかなか難しいなと、まあ、でも何をやっても結局はそうなるんだよね、やらなくてもやっても、だったらやってみようって考える人たちはやるよね、そういう人たちも多いんだなと思いますけどね。あとはこの映画の秀逸なのは、監督がきちんとあのファーストシーンとエンディングのシーンを考えて撮ってるよね、でもそれがすでにメタファーであるっていうことが、やっぱり非常にこう、なんて言うんだろう、まあ、力の入ってるようにも見えるし、そこやりすぎなんじゃないかと思うかもしれない人もいるし、でもやっぱり監督はそこはしっかりやりたいんだなっていうのは伺えるよね、あのやっぱりこう違う方向に帰っていくってことで、決してあの友達だとしてもね、やっぱり同じ考え方じゃないんだっていうのはもう鼻からもうそれを描くよって言ってる映画ですからね、そういう意味では。でしかもラスト、そのまただからその違う人間として別な方向に帰っていくんだけど、そこに一個入るっていうことでね、そのつながりを見せるっていう、あれがまたやっぱうまいよね、もうあそこの止めた瞬間に終わりかと思ったもん、あーやっぱこれで終わるんだと思ったら、最後に ひとつきするじゃない、あれがまたね、僕はいいセンスだと思うんですよね、うまいなと思いました。まあ普通は止めて終わり、まあ止めて終わりでしょ普通だったら、あそこのさ、いつもだからトムにね、
もうやるなよお前そんなことって言ってるさ、うん、もう彼のね、うん、あのゆうたの好きな一月をさ、うん、最後にこうにやるじゃない、うん、あれがやっぱりな、確かに俺とお前は違う人間だけど、でも俺とお前はやっぱりどっかで繋がってんだっていうね、うん、あれをやっぱりゆうたは言いたいわけだよねずっと、うんうんうん、だけどこれ言葉にはやっぱりなかなかできないから、うん、あそこの一月はね、うん、あの多分そんな言葉には変えられないぐらい複雑な感情でついてるんだろうなとは思うよね、うん、あのやっぱりラストは秀逸ですよね、うん、本当に。しかもファーストシーンがあるからやっぱりラストシーンもあれですごく成立してると思うんだよね、うん、そういうふうにね、割とねちょっとやっぱり力が入りすぎてるかなとは思うよね、うん、ちゃんとしすぎてる、うん、もっとなんか逸脱しててもよかったのになと僕は思うんだよね、うん、だけど多分空根監督はすごい準備して撮ってると思うんですよ、うん、この映画を見るに伺い知るに、うん、それがちょっと僕はやりすぎたかなという気は、あの好みとしてだけどね、個人的な好みとして言うとちょっとやりすぎたかなっていう気はするけど、でも見事なあの作り上がりだったなと思いましたね。これでも宣伝するのは難しくないですか？こんな難しいがないでしょ、うんうん、ですよね。タイトルもハッピーエンドだよ、うん、これは難しいですよ、うん、これはきっと宣伝した人たちは苦闘したと思いますよ。なんか最初のタイトルはアースクエイクだったらしいですよ。ああいいね、いいタイトルだと思うね、それは、うん、でもこの映画では地震という大きなトラウマを引き起こしかねない事象と向き合うことが核ではないため変更しました。でもハッピーエンドはないような気がするな、うん、ハッピーエンドにしたのはハッピーとエンドという2つのワードが融合した時に生まれるそのどちらでもない新しい感情がこの映画を見終わった時の気持ちを捉えていると思ったからです。でもさ、日本人はここにね、あの感覚があるかないかの違いなんて多分そんな考えないと思うんだよね。そうなんだよね、うん、でしかもその見終わった時にいいあのタイトルであったとしても見たくなるようなタイトルじゃないと、うん、ってちょっと我々は思いますよね、うん、我々また一緒にすんなよ思いませんよ思いません。いや思うけど、なんかそこ一緒にされるとなんかちょっと憤慨したくなるやっぱりほら劇場に来てなんぼってやっぱ思ってるんで、まあでも監督はねきっとだから日本映画難しいんだよ、そういるから監督がその辺に、そうだよね、うん、だけど劇場にやっぱり一人でも多く来てほしい、それを考えた時のタイトルはどうすればいいのかっていうのは、うんうん、プロデューサーや、ね、宣伝する立場からちょっと考えたい、ね、そうですね、そうは思います、うんうん、あとこれイラストに見えるよね、うん、ちょっとそれが残念だよな、うん、なるほど。なんかほらあの有名なほらアメリカの画家いたじゃん、なんだっけあの人、YS じゃなくてなんだっけ、なんかあの人のイラストにちょっとなんか見えてしまう、いや見えないけどなんか近い、そう想起してしまうイラストっぽいんだよな、うん、これがこれ写真なんだけどねちゃんと、うん、すごいイラスト、最初は僕てっきりイラストだと思ったこれ、うん、あのパッと撮ったとか、はいはい、うん、それがなんかな、せっかくの空気感をなんかもうちょっと生かしたかったかなという気がするかな。それ円形すぎるんですか？いやそうではないと思うんだよ、多分この縁だと思うんだよね、うん、縁となんかそうね、まあ、円形すぎるというかその空気感が見えないっていうのがあると思うんだよね、うんうん、それが円形すぎなのかどうかちょっと別なんだけど、普通はさこうやるともうちょっと空気感が見えたりするもんなのに、うん、なんかちょっと静謐すぎるのかもしれない、うん、でも非常によくできた映画だと思いましたよ。私は年を感じさせられた収録でした。まあ年だけじゃないよ、これは、うん、でも年を感じる人もいるかもしれないね、はい、うん、いや、竹内さんに言われて余計そう思いましたということで、本日はハッピーエンドについて語ってまいりました。どうもありがとうございました。